はい、こんばんは、ポポンプニャラジオですということで、いつも、やる気のない声ですいませんということで、なんか、東国原がね、またなんか総裁、なんか国政に進出するみたいなことを言っててね、まあ自民党っていうのはもう、それしかもう手がないというかね、東国原、橋本、に、なんか特命大臣、やらすみたいなね、週刊ポストにも出てましたけども、もうその、今、人気があると、自民党が思っているマスコミ受けもいいということでね、もうやりたいんでしょうけども、なんか、宮崎県民もやっぱり、9割ぐらいが反対してて、まあ、そりゃそうやなと。だからなんか、日テレの、なんかネットで動画見てたんですけども、東京でも、半々で、出馬しないべきっていうのが、わずかに上回るという結果でね、48対52で、出馬するべきじゃないみたいなという、結果が出てましたけども、まあ、そらそうやろうなと。宮崎県民もね、やっぱり、そう怒るよなっていう話でね、だから、前回も、去年だか今年ですか、もう忘れましたけども、だその時だって8割以上の、宮崎県民が反対してたのに、また蒸し返りして、やると。知事も一気は しますって公約に掲げてたのに、それを破って、国政にね、出ようっていうのは、まあ、公約違反ですからね。これは、もうちょっと、やっぱり、怒るよな、という話ですよね。で、それがね、国民がね、例えば東国原とか、橋本に、期待してる声っていうのが、なんか、例えば総理大臣に、なってくれみたいな声が高まってるんだったら、別でしょうけども、別にそんな声もないと。ただ、自分とは関係ない、宮崎とか大阪で、なんか、威勢のいいこと言ってると。なんか知らんけども、ちゃんとした改革をやってそうだ、みたいな、そういうイメージだけでね、東国原とか橋本がいいって言ってるだけですからね。いざそれが、国政に来るとなったら、やっぱりそれは全然国民も、見る目が、変わってくるだろうな、っていうことで、